真理は守るべきであるという、ことがありました。理由としては、書いてある通り、生物が、必要とするエネルギー、水とか、酸素ですね、の生産場であること、それから多様な生物が住んでいる等の理由が挙げられます。まあ、真理はやっぱ生物が生命を生存するに必要なものであると言います。ただ、やはりその、真理キーパーも老化をするので、一応、ちょっと生産性の落ちた木は人間が手入れをして、キップに更新をしていき、で、その、また生産性を、戻していくということが必要であると思います。それで、その切ったものも、人が、生きる、キップが使う生活で必要とするエネルギーをとして使うことは、無駄がなくて効率的に良いと思います。ということで、いろんなことを含めて、モビは守るべきであると考えます。以上。はい、ありがとうございます。